お知らせはどこら辺ですか？ここです。そうでした。せーの、お知らせ。はい、今日もね、嬉しいお知らせが。このまま行くの？進めづらいから、いやもうコメントでもすごい、もう寸劇寸小芝居ミニコントとかありがとうございます。できた？大丈夫ですか？私あのワンシーンめちゃめちゃ好きだったから、挟まれてすごい幸せだった。いいなぁ、嬉しかった。なんかの里の髪ひもチャームだね。これが髪ひもチャームで、うんうん、こちら、あ、見えるかな、これ、あれ見えますか？あ、そうそう、なんか美容系みたいな。大丈夫ですか？あ、そうです、こちらみんなの。わぁ、綺麗、ちゃんと見える。見やすい、見やすい、見やすい。それあちら全部一個ずつこう取り外しができるようになっててつなげれるので、うんうん、これつけれる、頭にこうやって。あ、そっちもつける。つけるんだ。なるほど。頭につけるよ、つけるようなの。なるほどね。新たなファッションですよね。乗ったのだから。そう。ぜひみんなも一緒につけよう。つけよう。つけよう。つけてください。つけるに、つける。これが6話の。髪ひもチャーム、うんうん、です。あー、いいですね。あとは7話なんだよ。7話、うん、どこに？チリ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 。誰？誰？なんか泣いてる。ここじゃない、こっちか。違うよ、私じゃないよ。チリです。なんかコメントで裏はってなんか結構来ているんですけど。え、気になる裏。お腹とか。裏ちょっと、お腹、え、この子？真っ白だね。真っ白、真っ白、純白の白でございます。すごい、素敵ですね。清らかな心。バンダナはバンダナ、バンダナ、バンダナ、ね、抜くていいの？あ、あ、すごい、ね、すごい、すごい、綺麗な青です。一緒だ、素敵ですね。さすがちびちゃん、恒例行事ってきてる。恒例行事、裏にそんな感じです。驚きの白さでございますよ。こっちの裏は？こっちの裏も見たい。こっちの裏も気になるから、皆さんもきっと気になってると思う。これはどっちが表なんでしょうかね、これ。両方いけます。お、両方いけるか。こっちの裏は、うん、じゃちょっと白い。あ、すごい、あ、すごい。おちびちゃんと一緒だ。お揃いだね、白。こんなところでお揃いな。こちらがグッズでした。何でもお揃いです。ありがとうございます。だったね。またオリジナルサウンドトラックとリエラの歌の2商品を対象店舗にて同時にご購入いただいた方には連動購入特典としてパスケースをプレゼントしちゃいます。今映ってるやつですか？これですね。今ね、映ってるやつ。欲しい。ね、シンプルで使いやすい。シンプルで学校だったりお仕事行く際に使えるような普段使いできるタイプなので、ぜひお予約してゲットしちゃってくださいね。パスケース持ってないから欲しい。そう、いつもね、そう、パスケースいつも生で持ってるもんね。IC カードね、そう、落とすんだもん。そう、今何枚目なんだっけ？パスケース欲しかった。今何枚目なんだっけ？あ、今3枚目でございます。なくしすぎなのよ。ちゃんとこれ同時購入してもらってください。ありがとうございます。あとですね、24時から東京 FM で放送されますランティスエキスポに私、伊達さゆり、フェイトン直美、青山なぎさが出演いたします。秋の夜長をぜひリエラと一緒にお過ごしください。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。夜長なんて言ったことないよ。今言うとあかん。あ、ちょっと来週だ、来週。めっちゃいい感じやったのに。うんうんうん。そしてまだまだありますよ、続いて。え、はい、え、待って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 、リエラフォームフィンガーのね、カノンちゃんとちさとちゃんと連写バージョンも出ました。ねえ、なんかね、こんなものが出てる。イエーイ、超えとるで。増えました、嬉しいね。嬉しいですね、これ。みんなつけられてる。増えた、増えた。みんなつけられてる。仲間入りしてるわ、イエーイ。持ちたい、やりたい、これ持ちたい。いいですね。いいですね、フィンガー欲しい。フィンガー、フィンガー、フィンガーね、フィンガー。そう、今日はね、うん、こちらね、サンプルがね、ちょっともう笑ってるの。なんでそんなニヤニヤしてんの？ちょっとお姉さん笑ってるの？ニヤニヤしてるお姉さん。ニヤニヤ。はい、サンプルがね、いくつか手元にあるということで、はい、私から見せたいと思います。ニヤーニヤー。これを持ってたのね。ずっとやってた。だからニヤニヤしてたのね。満面の笑みですね。はい、こちらがね、フォ
ームフィンガーですね。結構ね大きめサイズなんで大きいですよこれ。ペイちゃんの顔より大きいですこれは。めちゃめちゃ嬉しそう。大きいね。本当に嬉しそう。大きいですね。はい。こんな感じです。ペイちゃん今日それで帰りなよ。やばいよ。キャーチー。次はそれでいいんじゃない。やばいよ。本当にやばい。じゃあ続いてね、写真いきたいと思います。はい、じゃじゃーん。あ、これマフラータオルですかね。かわいいんですよ、見て、紫、うん、そう、どちらかというと端がね、ピンク系で、うんうん、とってもかわいいんですけども、ね、星がたくさんね、書いてあるの、うん、あと、なんていうの、うん、ここに公園、地域の名前が書いてあって、うん、素敵なんです、うん、すごいすごいね、そこ白文字で書いてるんだよね。見えるかな。ほんとだ、ほんとだ。そう、結構長い長い、これ全然書けられると思うね。ほんとだ。いいなぁ。いいねぇ。いいね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 、うん、そんな感じです。裏は裏は裏はみーちゃんいいね。純白イエーイ。さすがやったやっぱ白だよね。ほっすね。かわいい。そんな感じ。はい、はい、お名前グリスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラブライブスーパースターのテレビアニメが本当に面白くて大好きです。うん、クークーちゃんのおかしな日本語やすみれちゃんの持ちギャグのギャラクシーのように笑えるところがあったり、幼馴染同士が本気で気持ちをぶつけ合える青春な要素もあったり、そして何よりも素敵な歌とダンスがあったりと本当に最高です。うん、そして今はれんちゃんの今後が気になっています。もう毎週楽しみすぎますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい、すごく嬉しいです。全部詰まってる、全部詰まってる。ギャラクシーはギャグじゃないんだけどギャグじゃない、ギャグじゃない、ギャグじゃないのか。そうだったの。ギャグじゃないの。挨拶？挨拶？みんなギャグは口癖ですから。口癖、口癖ですみたいな感じ。あ、あ、そういう感じ。ちょっと違うかなと思うんだけど。ちょっと違うかも。ウィズもなかなかだけどね。でもギャラクシーに比べたらマジな。比べちゃダメだよ。比べちゃダメだよ。比べちゃダメ。比べるもんじゃない。ウィズでも挨拶だからこうやって。ウィズ。ウィズウィズウィズ。ギャグじゃない。悲し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 い。悲ギャラクシー。IMP さん、うんうん、今日の、うん、並びオープニングの並び順だ。あ、え、どこ一番最初のところ。あ、本当の夢。あ、これ、あ、やだ、取った。あ、これは何だか、最後のシーンか。最後のとこか。ジャジャーのとこだ。ジャジャーも最後。ジャジャー。最初と最後どっちも一緒だもんね。一緒か、そうか、そうか。うわぁ、全然気づかない。全然気づかない。やべー、確かに。でもちょっといいとこは言ってたよね。なんかオープニングのジャケットじゃないっていう。あ、やっぱ違うやみたいな。惜しかったね、ちょっと。惜しくはない。考えすぎとった。違う、違う、違う。惜しくはないよ。惜しかった。惜しかった。オープニングでした。オープニングのね。全然気づかなかった。気づかなかった。私も気づかなかった。すごいね、気づいた人すごい。さすが、私たちより誰も気づかなかった。いつも踊ってるのに、私たち踊ってるのに気づかんかった。すごいね。じゃあオープニングの並び順でしたということで、正解した方おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。たくさんのツイートありがとうございました。ありがとうございました。はい、